クラウィのクライマックスシーンで放置する小ネタがあるということで見ていこうかなと思います。ちなみにこの画面に映っている顔は作者のトビホックスさんです。作者のトビホックスさんがいろんな角度から自分を撮ってそれを加工してこれ怖いんちゃうって言いながらこう一個一個修正していってそれを並べているとそういったものでございます。ここです。はい、ここクライマックスです。フランウィーの防御力がゼロになったここですね。ここで普通に行った時とこれの次に放置した時の違いをこう見ていこうかなと思います。はいはいはい、202、201OK、255OK、250、はい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 、殴って倒しました。まあ、これが普通です。次は、放置してみますので、フラミンの体力1万なんや。へぇー。さあ、どうなる？さあ、クライマックスから始まっているので、すぐさま放置ができますと。なんで、今回これで終わりなんですけれども、これを戦う押さないで、生き延びてみると。最初、203。まず生き延びるのがきつい。生き延びるのがきつい。いや、きつい、これ、生き残るのがきつい、まず。きつい、きつい、きつい。むずこれ、この小ネタ。曲かっけー。だいぶ生き延びたんちゃう？だいぶ生き延びたんちゃうんかと。もうええかな？いや、もういい？もういいかな？もう死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。もうええかな？もうええかな？ちょ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。やばいやばいやばい。もう、ちょ、行きます。だいぶ耐えたんで行きます。めっちゃ増えた。どこまで増える攻撃力。めっちゃ増えたな、これ。一撃で1200。つまり時間経過に伴って攻撃力がバチクソ上がるってことね、これね。これどこまで増えるんかな、これ。ちょっと待って。いきます。1200、あ、これちょっと待って。1200がマックスっぽいぞ、これ。1200マックスでいい？これ以上耐えるのはなかなか至難の技やで、これ。あー、1200マックスやね。攻撃力は、実は回数じゃなくて時間経過で上がっていたということがですね、お分かりいただけたかなと。何秒おきに上がるのか、これで測っていこうかなと思います。いや、むずこれ。考えることを、あ、200、もう、すいませんでした。ごめんなさい。じゃあ、行こうか。はい、で、OK、スタート。はい、スタート来ました。スタートして、出る？ OK、出た。よし、で、ちょっと待って、コメント表示させな、ちょっと待って。よし、これで、これで OK、これで OK。うわ、むずこれ、ちょっと待って。あか、死ぬ。ちょっと待って、わからん、わからん、わからん、むずむずむず、ちょっと待って待って。まず最初173と。最初173、これ、オッケー、見えてる見えてる見えてるよね。ちょっと待って、ちょっと画面がいっぱいあって、わけわからん。画面は見えてるよね、今ね、多分。198、オッケー、ちょ、一旦回復して、回復しよう。死ぬわ、このままと。はい、はい、はい。はい、何秒目で250になるかっていうのも見たいところで。ほんま戦ってる時マジ見れへんねんて。強すぎんねんてこいつ。いやほんまこの小ネタマジでむずい。この小ネタをライブでやるのめっちゃむずい。マジでむずい。ちょっと待って、あっ、なる。まあまあ画面は見えてると、画面見えてるね。オッケーオッケー。まあ画面見えてたら多分大丈夫やろ。はい、260、ここで上がってると。上がってますと。260270、オッケー。何秒目から上がったんだろうな、これ。だから2回目は250になるってことだよね。で、300まで、300、100上がる。3回目100上がると。ちょっと待って、死ぬ。やばいやばいやばい。やばい、死んだら見せれへん。ちょっと待って。オッケー、今は？今300。300から700にいつ変わるかっていうこと。700にいつ変わるかってことやね。700にいつ変わるんやっていうこと。ちょっと待って、死ぬ。700、何か早く700だって。死ぬ。待って、危ない。次は2370で、700になりました。700になって、完全にこれは完璧なタイミング。OKOK、700になった。で、次、どれぐらいになるんだろう。ちょっと待って。むずい。はい。700になった。OK。で、最後、何秒でなるのかってことだよね。で、さっきやった時は2分ぐらいでなってたんだよね。ちょっと待って、死んじゃう。ならない、まだならない。なった。最後にポッとなった。今何秒だった今。やっぱ2分10秒ぐらいで、なると。なったね。回数はね、多分関係してない、これは。最初にやったから、それは。回数関係してないね。あー、大変だった、これ。大変だった、ほんとに。映ってない、やめて。映ってたでしょ。絶対今回は映ってたでしょ。本物のナイフですね。植物のつるを断ち切るのに最適って書いてあるんで、これどうなのかなと。これめっちゃ上がってそうよね。攻撃力変わる？これ。どう？上がってないね、これ。威力一緒でした。ということで、この BGM の盛り上がりに合わせて、時間経過によってダメージが変わると。ということで、ございました。いやー、まぁちょっと今日事故ったね。こんなに配信でドッて冷や汗出たの初めて。
それではご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録して他の動画を見ていってください。また Twitter や Discord、Twitch で生放送もしておりますので、この動画の説明欄から飛んできていただけると嬉しいです。それではまた。